アメシストエドワーディアンドペンダントこのペンダントも1900年から1910年ぐらいに作られたものでしょうかイギリスのものならではの球金を使ったもので繊細な作りをしています中央のアメシストは ミル止め小さい粒々をタガネルジンにして留めていますそのため石の表面に爪がかぶさらず繊細さを保っていますパールはこのパール一つ一つの形に合わせグリグリっとすり鉢状に台を掘り起こした爪で留めています それぞれ綺麗な状態ですが20倍のルーペで見ると小さくこのトップのシードパールだけは縦に線が入っていましたまあこうやって見てもわからない程度ですがまあそれとこのペンダントの魅力と言いますとやはりこの縦に入った細い線でしょうナイフエッジと呼ばれる細い線で表面は細くして エドワーディアンジュエリーならではの繊細さを見せながらも裏は太くし強度を保っていますこちらに薄くなってしまっていますがよく見ると QCT と見えるような球金の刻印が入っています左右には小さな穴がありますがこれはこの部分が中空になっているためこうしてつなぐ時に火をかけた時に この部分とかをつなぐときですね。そうすると、爆発してしまうんで、小さな穴を開けて、火をかけたときも、空気が膨張して爆発しないようになっているためです。バチカンも結構大きいので、いろんなチェーンなどが通ります。チェーンは後付けですが、42センチの球金のチェーンを使っています。めぐんとこに、 ラインカラットの刻印も入っていますさりげなく使いやすいアメシストのペンダントなかなか現代ではまず探してもないような繊細さとアメジストですけど全然言い方に語弊があるかもしれませんが線がおばさん臭くないなんていうのかなすっきりと素敵なシンプルなデザインというかうん誰でもつけやすい。 優しいいいデザインにまとままととってると思いますやはりエドワーディアンのジュエリー100年経っても現代でも全然古臭い感じがしないすっきりとした良き作品ですご検討ください